パールケードの戦いは、1728年2月28日に、インドのナーシク近郊パールケードにおいて、マラーター王国とニザーム王国との間で行われた、戦い。1724年に、ムガル帝国の最小カマルティンハーンが独立し、デカン地方に、ニザーム王国を樹立すると、翌年に彼は、帝国からデカン六州の権利を認められた。ところが、 1718年7月に、マラーター王国は、ムガル帝国領のデカン六州に関して、チャウタ及び、サルデーシムキーを帝国に認められていたため、ニザーム王国との対立が始まった。1727年初頭、マラーター王国最小、バージーラーオンが、南インドのカルナータカ地方に遠征中、ニザーム王国が彼に敵対するマラーターの武将らと、共に攻め込んできた。 同年4月にバージー・ラーオもカルナータカ遠征を終え、ニザーム王国の軍と対峙するために、本国へと戻った。1728年2月、ニザーム王国の軍にプネー及びその周辺の地域を占領され、マラーターオ、シャーフーは、プランダル城へと逃げた。それと同時にバージー・ラーオは、カルナータカ地方遠征から帰還し、ニザームの軍を迎撃した。 くして同月28日マラーター軍とニザーム軍はナーシク近郊の村パールケードで激突した。戦いはマラーター軍の勝利に終わり、ニザームの軍勢はこれに屈服した。この勝利により、バージーラーオは対立するマラーター将を敗することに成功し、王国の実権を掌握した。同年3月6日、マラーター王国とニザーム王国との間に講和が結ばれた。 これにより、マラーターは、デカンにおけるチャウタとサルデーシュムキーを、ニザームに認めさせた。次にマラーターとニザームが激突するのは、約10年後の1737年12月、ボーパールの戦いである。ABC 大谷、タ世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P214AB カラシマ、世界歴史体系南アジア史産、南インド、年表。 P38ABC マラータクロニクルズペシワスグローリーオブザペシワスありがとうございます